ヤンシュバンクマイエルは、チェコスロバキアプラハ生まれのシュルレアリストの芸術家、アニメーション作家、映像作家、映画監督。初期の表記には、シュワンクマイエルなども。アニメーション作家、映画監督としての業績で著名だが、シュルレアリストとして、ドローイングやテラコッタ、オブジェなどの分野でも、精力的に活動している。また、妻のエヴァシュバンクマイエルバーも、 アニメーションをはじめとした各種の表現活動で共同作業を行っていた。ヤンシュバンクマイエルは1934年にプラハで陳列窓の装飾家である父と最宝婦の母に生まれた。1954年にプラハの工芸高等学校を卒業し、チェコ国立芸術アカデミー演劇学部人形劇科に入学した。ここでいくつかの演劇作品に関わった。 1958年から1960年まで、兵役に着いた後、シュルレアリストとして知られるエヴァ・シュバンク・マイ・エロバート、結婚。その後、仮面劇や人形劇の仕事を続け、またこの頃から、オブジェの制作を始めた。その後は、ラテルナ・マギカに移り、1964年に、クラートキーフィルム・プラハで、最初の映画作品、 シュバルツェーバルト氏とエドガル氏の最後のトリックを発表した。1968年には、プラハの春と呼ばれる変革運動が起き、それを鎮圧するために、ソ連軍がチェコに軍事介入するチェコ事件が起きた。1970年代からは正常化体制と呼ばれる政治体制によって、芸術も検閲を受け、シュバンクマイエルも制作ができない時期があった。以後、 多くの短編映画作品や、アリス、ファウストなどの長編作品を制作している。シュバンク・マイエルは、夢は様々な文明にとって不可欠だと考えており、現実と夢をない混ぜた世界を取ることを意図している。自身の夢日記をノートに記録しており、当初は普通の日記と使い分けていたが、やがて一冊になり、夢と現実の内容を共に書くようになった。サバイビングライフでは、 夢のロジスティックスをテーマとしている。シュバンクマイエルにとって人間とは非合理な存在であり、現実は非合理であり、夢も非合理である。人間の中の合理的な要素は薄っぺらいと考えている。しかし現在の社会は非合理のためのフィルターを提供せず、非合理が弾圧されていると解釈している。作品では食べるという行為を頻繁に扱うが、 作中に登場する食べ物は、まずそうに見えたり、必要なまでに不快感を催すような描写がされたり、する。こうした描写の理由の一つとして、本人が子供の頃から食べるということが好きではなかったからだと発言している。食に関しては、シュバンクマイエルの子供時代の体験が元になっている。物を食べたがらない子供で、両親が食べさせようとしたが逆効果で、嫌悪感が増して、 体が弱り、車椅子で通学した時期もあった。シュバンクマイエルは食べる行為について、文明や社会が何でも食べてしまうことを象徴する、恐ろしさを感じている。シュバンクマイエルは、戦闘的シュルレアリストを標榜しており、社会主義、全体主義、商業主義などに抵抗を試みる、作品、発言が多い。政治的な主張が含まれている作品も多く、それらは、 検閲を回避するために非常に歪曲的な表現となっているが本人はチェコ生まれの人間なら理解できるはずだと発言している。ソ連崩壊後はスターリン主義のなどのように明確な表現の作品もある。人間の運命や行動が何者かに不正操作されているという自身のイメージを投射した作品も数多い。作家活動を始めた当初は チェコ政府による検閲があり、共産主義政権の後は商業主義による自己検閲があるとしている。シュバンク・マイエルは自己検閲は政府の検閲よりも恐ろしいと考えている。政府の検閲は崩壊する希望を持つことができたが、商業主義の自己検閲がもたらす、作ったものを買ってもらえないから作らないという考えは人間を家畜にする。自己検閲を避ける方法論として、 シュバンクマイエル自身は自己検閲に気がついたら創作を止めるが他のことをすると述べている。性的なメタファーが多く用いられるほか、両開きのタンス引き出し付きの木の机、動く肉片や衣装など複数の映像作品に繰り返し登場するモチーフが目立つ。1974年から触覚についての実験を行っており、触覚的な詩を作ったり、映画に 触覚的な要素を取り入れている。例えば、閲覧共犯者では、以前に制作したオブジェを後に映画として撮影した。こうした作風を自身で、シンエロティシズムと呼んでいる。実写、アニメともにストップモーションアニメーションを多用し、コンピュータグラフィックスなどは一切利用しない、アナログ主義である。ありがとうございます。